広島平和記念資料館のピロティ小丸駅ピロティとは、建築用語では2階以上の建物において、地上部分が柱を残して、外部空間とした建築形式、またはその構造体を指す。稀にその地上部分の構造体のみの空間自体を指すこともある。フランス語で、クイの意味。大学等の公共施設においては、掲示板もしくは、 自動販売機などが設置されているスペースをピロティと呼ぶこともある。1926年、ルコルビュージェとピエールジャンヌレが提唱した近代建築の5原則、ピロティ、屋上庭園、自由な平面、自由な立面、連続水平窓の一つとして取り上げられた。飲食店で1階に駐車場、2階に客席や厨房を設置した設計をピロティ形式と称することがある。 地上外部分に壁がないことで強度的に不利であるが立地面積が限られる物件では上記の飲食店や中低層マンションなどで地上外部分の全体ないし一部をピロティ様とし駐車場や建屋裏手に抜ける車道に当てる形態としているものが少なくない。阪神・淡路大震災では全体的にピロティ構造と壁の配置の悪い構造の建築に 崩壊したものが多くと名指しされ、耐震性の問題が指摘された。1981年の新耐震基準以降の建物にも被害があった。2011年の東日本大震災では、津波で多くの建物が流出したが、津波の高さが4メートル未満だった地区では、ピロティ式住宅の多くが、比較的軽微な被害で住んでいたことが確認されている。沿岸部においては、 鉄筋を増やして、柱の強度を高めるなど対策を施した上で、ピロティ式構造を採用すれば、対津波性能の高い建物を実現できる可能性が考えられる。ありがとうございます。